皆さんごきげんよう、ラバルルでございます。実もですね、ラバちゃんユーロトラックシミュレーターを開いてるんですけども、皆さん見てください。ついにですね、こちらのマナスカをですね、ダハさんが更新していただきました。イエーイ、おめでとうございます。もう私これ出た瞬間、偶然私ツイッター開いてまして、もう本当に出た瞬間に、おめでとうメールをちょっと送らさせていただきまして、いやこちらの方ね、ちょっとご紹介させていただこうと思いですね、ちょっとメッセージもさせていただきながらということで、早速なんですけども、こちらね導入の手順ご紹介していきたいと思います。はい、ということで概要欄の方にですねリンク貼っておきますので、そちらの方を踏んでいただけたら、こちらのまなみんさんのですね、こちらのブログの方来れると思います。でもちろんなんですけども、ダハさん YouTube もやってらっしゃいますので、 YouTube の方のチャンネル登録も皆さんよろしくお願いいたします。あと Twitter の方もね、概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひ制作者様のダハさんのですね、こちら Twitter の方もフォローよろしくお願いいたします。ね、ありがたく使わさせていただきますので、はい。でこちらの方のページね、直接あの 1.45 バージョンの更新のブログのページにリンク貼っておきますので、こちらのタイトル通りになっております。でこちらね、いきさつなどが書いてありますけども、こちらの方ね読んでいただいて、で下の方ね、ぜひあのパトロンとかご支援の方もございますので、欲しいリスもありますので、ぜひ支援もよろしくお願いいたします。ということでこちらの方ね、ダウンロードリンクございますので、こちらの方クリックしてください。でそうしましたら、こちらダウンロードでございます。でそうしますと、こちらダウンロード終わりましたら、ドラッグ&ドロップで持ってきていただいて、でそうしましたらこちらの方ね、右クリックから回答していただきますと。で回答しましたら、中にですねリードミーございますので、こちらの方ぜひ読んでくださいと。こちら注意書きなどもございますので、全然よろしくお願いいたします。でこちらの SCS ファイルをいつものようにドキュメントからユーロトラックシミュレーター開いて、でもっと開きまして、この中に入れていただくということになっておりますと。はい、とそうしましたら、こちらモッドマネージャーの方に来ました。こちらでございます。トラックのタグの方で、6×4 ボックスキャリアフォードスカニアというものがございますので、こちらクリックして矢印で入れて変更を確認でございます。はい、とそうしましたら、トラックディーラーの方に行った方がいいと思います。シャーシでね変えられるんですけども、ゼロから作っていただいた方が確実だと思います。でこちらスカニア SR でもいけるんですけど、私はいつもこちらの方を使ってますので、こちらカスタマイズして、でこちらの方ね、上のルーフなどを変えていただきつつ、でこちらのシャーシでこちらですね、 6×4 ボックスクリックしますと、はい押しますね。でこのような感じで箱車になりますんで、いやめっちゃかっこいい。でまあ、エンジン等々こちらの方カスタムして、でペイントもねいじれますんで、であの私まだ入れてませんけども、ペイントも結構出てるっぽいので、こちらの方もねちょっといじっていきたいと思います。でアクセサリーの方でこちら後ろの方を選んでいただきますと、テールなども変えられますんで、で上の箱も変えられるんですよね。あ、リアカメラじゃないわ、こっちかな、これで変えられるんで、私がさっき選んでたのがこちらエアロバンパーかな。はい、とこのような感じ。あ、バンパーだけと上もあるんだ。私上でしたね。このような感じで私やってました。やっぱかっこいいっすよねこれ、ほんとかっこいい。でスカニアのパーツつけられますんで、ぜひ皆さんこちらの方カスタムして作成をしていただければなと思います。とそうしますと、このような感じでカスタムされたスカニアに乗車できるようになっているということになっております。いやほんとかっこいい、これはほんとかっこいいですね。であのカラーリング等々もですね本当に出てるっぽいので、こちらの方も私今後ですね、あの別枠でちょっとね一つずつご紹介していきたいと思いますので、そちらの方もねシリーズとして、マナスカシリーズとしてちょっと皆さん楽しみにしていただけたらなと思います。いろんなカスタムしてちょっとお仕事してみたいと思います。はい、ということで本日はですね、ダハさん作のですねマナスカご紹介いたしました。本当にかっこいいので、ぜひこちらの方ね参考にしていただいて、皆さん導入して楽しんでいただけたらなと思います。はい、ということで、まあ、先ほども言いましたけども、マナスカちょっと私シリーズで今後ちょっとね使いながらご紹介もしていこうと思っておりますので、そちらの方もね楽しみにしていただけたらなと思います。はい、というわけで皆さんね、またラバちゃんのですねユーロトラックシミュレーターおすすめモッドでお会いいたしましょう。じゃあみんな愛してるぜ。